こんにちは、浜野です。ギター上達のヒント、今日は集中力が落ちてきた時にはというテーマでお話ししていきます。まあ、練習する時にはね、やっぱり集中力っていうのは、まあ、とても必要なものなんですけれども、まあ、ずっとやってるとね、時にはその集中力が落ちてしまうなんていうね、そういう場面もまあ出てくると思いますね。で、そういう時にまあ、休憩したりするのももちろん大事なんですけども、まあ、休憩以外にもその集中力をね、もう一回まあ回復させるっていう風な方法いくつかあると思いますのでね、まあ、それちょっとご紹介したいと思うんですが、まあ、まずは昨日もね、ちょっと お話ししましたけど、考え内でもできる練習、そういうまあ単純技巧というか、まあ、いわゆる無心になれる練習ですね。はい、そういうので、まあ、ずっとやってるうちになんか頭なんかすっきりして、ね、でまた集中力が出てくるっていうのもね、一つの方法です。で、それ以外に、まあ、もう一つね、これはぜひとも意識的に実践してほしいなと思うんですけども、呼吸ですね。特に吐く息を意識するっていうこと。ね、息をずっと吐いて、ね、この吐くことに意識を置いて練習すると、まあ、結構頭の中スッキリしてくる場合っていうのが多いと思います。ね、で特に、まあ、曲にもよりますし、どんな速さで弾くかにもよるんですけど、まあ、例えばフレーズね、一つのフレーズをさーっと最後までこう吐いて、ね、弾いていくとですね、結構まあ息を吐き切るというか、使い切ると思うんですね。はい、息をぐーっと吐き切ると、まあ、体の中で一種の欠乏状態になります。ね、でそうすると、まあ、自然と、ね、もう吐き切ったらあと吸うしかありませんから、自然と必要な空気を吸って酸素を取り込むわけですよね。でそうするとその、まあ、多分酸素の吸収力みたいなものも上がってくるんだと思うんですね。であと、まあ、血行なんかも良、ね、くなってくる、そういう効果も多分あると思います、ね、でそうすると、まあ、脳に酸素が、ね、まあ、血液と酸素が行き渡りやすくなって、頭の中すっきりしてくるっていう、ね、多分、まあ、理屈で言うとそういうことなんじゃないかなと思うんですけども、ね、まあその理屈だけじゃなくて、実際にこれやってみると結構ね、誰もが実感できるところだと思うんでね、ぜひぜひやってみてほしいんですね。これは個人差云々っていう話じゃなくても、人間であれば大体共通してね、みんな、言えることだと思いますのでね。でまあずっと吐く、ね、できるだけ長く吐く、ね、でまあ場面にもよりますけど、できれば力強く吐く。ね、まあ、あんまり一気にハーって吐くんじゃなくてね、長くこう腹筋でこう支えながら、スーッとこう一定の、その、まあ、勢いというかですね、でそれを維持しながらずっと力強く吐き切る。ね、で、フレーズの合間、ね、周りの区切り目のところでスッと吸って、ね、そしてまた長くこう力強く吐いていく。ね、こういうのを繰り返しやっていくとですね、本当に集中力というか、頭の中すっきりしてくると思います。リフレッシュできると思いますのでね、ぜひやってみてください。これ特に何か道具が必要なわけでもありませんし、ね、別になんかお金がかかるとか、ね、なんかそういうのがあるわけではありませんからね。でただ、これまあ僕の経験から言う話なんですけど、ちょっとね、まあ、調子が悪い時、体力が落ちてる時とかね、なんかそういう、まあ、もともとなんかちょっと不調な時は、息を吐くエネルギーが出てこないっていうことがあるかもしれません。そう、息がね、しっかり吐けない時って、やっぱりどっか弱ってる時なんですね。で、まあ、なんでそういう時はね、あんまりまあ無理はしなくていいと思うんですけど、でも逆にね、そういう時に、あえてまた息をスーッと吐く方に、ね、この力強く吐く方に、まあ、意識を持っていくとですね、なんとなく体調も整ってきたりとかね、ちょっとこう回復してきたりするっていうふうなこともあると思いますので、ね、まあ、何事も無理はしちゃいけないんですけども、ね、いろいろまあ試してみながら、ね、できる範囲の中でね、まあ、ぜひどんな感じになるか実験を兼ねてやってみてください。ね、はい、で、それでね、実験してみて、あ、これいけるな、効果的だなっていうことになれば、まあ、続けていけばいいですし、自然と続けていこうっていう気になると思うんですね。その効果を確認しないとね、これがいいよって言われても、ね、その効果が実感できなければ、なかなか続けられませんし、そんな気にもなりませんからね。だから、ぜひぜひこういったことを試してみてください。ね、息を長く吐いたらどうなるのか、力強く吐いたらどうなるのか。ね、でそういうので、練習していって、その呼吸で、そのギターを弾く動作ですね、指の動きとか、ね、そういったものを支えるような練習をしていったらどうなるのか。ね、そういうのをいろいろ試してみて、ね、そして、効果が実感できればそれは、取り入れていく。ね、まあ、あんまり意味ないなと思ったら捨てていく。そういった取捨選択もしっかりしていってね、いいと思います。ね、ですから、その実験がてらやってみて、
ね、で良いものをどんどん残していくっていう感じでやってみてください。でもまあこの呼吸、ね、息を吐くっていうのはすごくおすすめというか、まあ重要なポイントになると思いますのでね、ぜひぜひやってみてくださいね。はい、ということで本日は以上となります。最後までお聞きいただいてありがとうございました。